早速本題に入ってきます。グローバリズムと移民政策の日本の未来というタイトルでですね、今日お話ししますけども、もともとですね、移民1000万人計画というのは言い出したのはこいつらなんですよ。あえてこいつらと言いますけど、平成15年9月にですね、1000万人移民受け入れ構想というのをですね、月刊ボイスで載っけた。この時にですね、民主党の議員がですね、1、2、3、4、5、6人、この6人皆さん方ね、こいつらが、ね、もともとの言い出しなんですよ。日本人が言い出したんですからね。それでこれにですね、またの5年後にですね、これをそっくりそのままパクったやつがいたんですよ。平成20年に自民党外国人労働者問題プロジェクトチーム、外国人労働者短期就労制度というのを作ろうというので提言したのがですね、河野太郎と塩崎康久で、日本型移民計画国会の道プロジェクトチーム、これの座長がですね、中川修司、この男です。そしてですね、この人たちの、自民党のこの人たちのブレーンなった男がいましてね、これがですね、こいつなんですよ。なんか最後ちょっと似ててですね、池田大作に似てるんですけど、いとこだみたいな顔してるんですけど、このですね、今の男はですね、坂中秀則という、もともと法務省入国管理局の入管局長を長くやった男なんですよ。で、この人、こいつがですね、日本型移民国会の道、起死回生の50年間、1000万人受け入れの移民政策を、こういう本を出しているんですよ。そして、これこれ、移民国家、日本、1000万人の移民が日本を救う。これがですね、この一言でこの男の主張なんですね。で、なんとどういうことを言ってるかと言いますとね、グローバリゼーションの大波と人口崩壊の危機が迫る時代に生きる日本人は、もはや日本人だけの世界に閉じこもって安穏に暮らすことはできないと肝に銘じるべきだ。高飛車ですね。移民歓迎と共生社会の旗を掲げ、異なる民族と正々堂々と向き合い、今までは正々堂々じゃなかったんですね、我々は。外国人と共に生きる世界を築くしか生き延びる道はない。これが彼の主張で、それそっくりそのままパクったのが自民党の中川秀直。これ福田内閣の時なんですけどね。で、坂中秀則はですね、著書の中で夢を書いてるんですよ。夢を描いてる。この夢がですね、面白いんだよ。これ多民族共生国家日本、2050年はどうなってるかと、自分の夢ですね。両院議員のうち50人は移民出身、首相は日本人だが、閣僚に中韓米韓国から3名閣僚がいる。50年間で1000万人受け入れのため内閣府に移民庁を設置する。長官は国務大臣。これが奴らの本音なんですよね。呆れるでしょ。でね、私ね、なるほどなと思った。役人ってのはこういうことで考えるんだ。法務省というのはですね、民事局、刑事局、強制局、法務局ってあるんですけども、民事局、刑事局というのが主流なんです。人権要求局の入国管理局だったらもう防御部位とかですよ。だから事務次官を一回も出すことないんですね。で、彼らが一発逆転狙ってるのがですね、人権擁護局はですね、人権擁護法案を通してですね、一発逆転狙って事務次官を出そう。ね。入国管理局は、要するに、もう局どころか、長になって国務大臣。ね。そこまで行こうと。役人の本音ってこれなんですね。私、坂中秀則とね、あいつの講演会行ってて、質問っつってね、やり合ったことあるんですよ。あんた移民庁作るって言ってるけど、移民庁が出来上がったらね、そこの正門前にあんたの銅像立ててやるよ。ね、言ったらね、ものすごい嫌な顔しましたけども。それからもう一人ですね、
最近ですね、この移民ブームに乗ってですね、免治俊弘って男はですね、人口激減、移民は日本に必要であると本書いてます。これもまた面白い本なんですけども、日本は移民後進国だ。ああ、後進国なんですか。いつになって後進国って言われたのか。他国が当たり前のように行っている開国を日本も決断すべきだ。日本は今鎖国してるんだ。日本は世界の反面教師なんだ。反面教師。自分が海外に行くのは良いが、外国人が来るのは嫌というのは未勝手だ。ほう。異文化交流が成功し、好循環、新たな発見や感動、喜びの成長の原動力になる。いいことばっかり。そして中国が日本の三輪を買うのは明るいニュースである。もう脳みその中見たいのだし、コンコンと押してハローって聞きたいの。ちなみにさっきので魚かとこいつは両方とも慶応義塾大学なんですよ。ろくなやついないですね、アンチ少女として。で、要するにですね、皆さんね、こういう、ただ私はこれね、すごいぐちゃ、こいつの言ってることからアイデアを抜けたんですよ。世界の、自分が海外に行くのは良いが、外国人が来るのは嫌というのは身勝手である。日本は今2000万人、1年間に出国している。ね。だったら向こうも聞いてよ。それでいいんですよ。だったらいいですよ、皆さんね。日本は、日本人で海外に永住している人たちと同じ数だけ永住を認めないんじゃないですか、彼の言い分だったら。そうでしょ。日本は38万人しか海外に永住してないんですよ。日本はチャイナ、コリアに何人永住してるんですか、一体。何人働きに行ってるんですか。今現在、海外在留日本人は113万人、日本在留外国人は200万人、半分で減らしてもらうじゃないですか。やつが言うんだったら。彼の人間だったらどういうことでしょう。さて、今ですね、結局、やつらが移民と言ってるんだって、日本の人口がとにかく減るからなんだって、ものすごい脅かしてくるわけね。日本は、で、我々もね、人口が減るって言うとビビるんですよ。あ、そうか、困ったなと。ところがね、単純にね、そう言いますけど、ちょっと待ってくださいって。合計特殊出生率、これ皆さんよく言ってますね。ね。昭和25年 3.65 だったのが、だーっと減ってきてですね、ついに 1.39 になった。ね。これは大変だと。2人生まなきゃ人口減ってるのに 1.39 か。半分くらいになっちゃった。これ見てみんな驚くて、あ、これ大変だと思うわけですよ。ちょっと待って。有配偶出生率ってのは何？出生率は、それはどういうことかというと、これがですね、合計特殊出生率なんですけども、女性が出産可能な年齢15歳から49歳までと規定して、それぞれの出生率を足して、合わせて人口構成の偏りを考えるのを追って、ある年において FX を調査対象において年齢 X の女性が1年間産んだ子供の数を GX してどうだろうこうだろうと思ってこの算式でもって出すという。全然わかんないでしょこれ。要するに15歳から49歳までの女の人全部ひっくるめて分母にするから、結婚してない人も分母に入ってるんですよ。だから 1.39 になっちゃうんですよ。ここが数字のマイナスなんだ、皆さん。ね、子供が減った子供が減ったって言うけども、それは結婚した人たちの子供はどうなってるんだ。有配偶出生率は平成2年から22年にかけて1000人あたり66人から79人というのに改善してるんですよ。有配偶率出生率は改善してるのに、なぜね赤ちゃんが減ってるかといったら、要するに有配偶率、結婚率の低下が人口減少の原因なんですよ。結婚しないことなんだよ、ね。未婚率見てください。男性25歳から29歳、46.5% から 71.8% が未婚になっちゃった。ね、昭和45年から平成22年。男性30歳から34歳、11% 未婚だったのに、今 47% が未婚。女性見てください。25歳から29歳の若くてピチピチした女性がですね、未婚率が 18.1 だったのが今 60.3% って未婚ですよ。30から34、
ピチぐらいの女性が 7.2 から 34.5% です、皆さん。35から30、何もつかないけど 5.8 から 23% で未婚ですよ、皆さん。なんでこんな未婚にしていたの？皆さんね、外国人労働者を増やしたり、移民を増やしたりすると、ますます未婚率が上がったじゃないですか。そうでしょ？子供の数が減ってるからつって外国人入れたら、ますます減っていくのにドライバーかかっちゃうんですよ。ね、第一出産年齢の推移、最初の赤ちゃんを産むのは昭和25年には23歳で一気に産んでたのが赤ちゃん、最初の子は、ウイさん。それが平成24年には30歳になったウイさんが、ものすごい晩婚晩産化なんですよ。これが原因なの。少子化担当大臣なんていらないんだよ。商婚晩婚化担当大臣の方がいけないんです、これ。え？何勘違いしてるんだ。どうして皆さんこんなにね、じゃあね、子供が減っちゃったのかっていうと、要するに、今言った通りね、私は外国人労働者を入れて、正規職員を減らして、パートばっかりしちゃった。給料がちっとも上がらないと、また逆に下がっていく一方ですよね。だから結婚できない人が増えてるから赤ちゃんが減ってるじゃないですか、ね、結婚している人はちゃんと赤ちゃんを2人作ってるんですよ。これ一番右側見てください。完結出生率、これはね、我が家でもう完結したと、終わっちゃったと、ね、言うんじゃなくて、45歳までで18歳以下の赤ちゃんがいる方、子供の家庭を見たときに、平成17年までは子供2人いたんですよ。まだ 1.96 でギリギリ2人に近いんですよ。つまり結婚する人たちさえ増やせばですね、日本の人口は減っていかないということなんですね。さて、これ見てください。夫婦の出産願望、子供1人の夫婦はですね、25歳から29歳までになんと 89.8%、 90% がもう1人欲しいって言ってるんですよ。30から34歳までで 79%、 8割の人たちがもう1人欲しいって言ってる。子供2人の家庭でもって、25歳から29歳のお母さんはもう1人産んで30名が欲しいって半分の人たちがそう思ってるんです。何回も言いますけども、少子化の原因は商婚化なんですよ。さて、外国人の話になりますけども、外国人労働者を、まあ、入れましょうということを言ってますけども、やつらは外国人労働者と移民とですね、ごちゃごちゃにしてるんですね、わざと。移民と外国人労働者は全然違いますからね。外国人労働者というのは働きに来る人でしょ、帰るわけでしょ。移民というのは永住を目的に入ってくる人たちなんですよ。必ずしも働く人じゃないんです。日本でも在留外国人のうち働いてる人は200万人のうち70万人ですよ。ヨーロッパでも1億5000万の外国人が今 EU にいますよ。うち働いてるのは5000万ですよ。で、残りの1億に何やってるの。これが移民なんですよ。これが在留カードですね。今外国人は日本に来て90日以上経つとですね、住民登録しなきゃいけない。住民登録すると住民票の代わりにですね、在留カードっていう免許証みたいなのをくれるんです。これに就労不可とかね、書いてある。だからこういうのですね、働くときは見せないから、ね、在留外国人はどういうことになってるかというと、平成24年は203万人、平成2年20年前は110万人、約2倍になってます。うち中国人がなんと 450%、 4.5 倍で1約1位に踊ってた。韓国人は 78% 減少して第2位になってしまった。どういう人たちが在留資格をしているか。永住者62万、特別永住38万、留学18、定住16万、
日本人配偶者16万、技能実習15万、家族12万。こんな人たちも働いてる人ばっかじゃないでしょ。永住者の推移ですけども、一般永住64万人ですね。127% 増です。でも、中国人は 133%、19万1千人でトップです。特別永住、これは 99.9% 韓国、在日韓国人ですけども、91%。中国人は一貫して永住者が増える。一般永住とは、これは永住者というのはですね、要するに簡単に言うとですね、10年住んでるわけですよ。原則として引き続き10年本邦に在留していること。これをですね、今ね、ものすごい勢いで緩和してます。特別永住っていうのは、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を出したいわゆる在日人ですね。この水、サンフランシスコ講和条約の時に外国人として認められた人です。で、これ水入り号で、この昭和20年9月2日、この時に日本に住んでた外国人とその人のことを特別永住って言います。さて、日本にいる外国人はどういう社会保障を受けているかというと、労働基準法、労働組合法、最低賃金法、労災、学校で募集とか、うんぬんかんだだだだありますよね。これ皆さんね、いいですか。不法滞在者ももらってるんですよ、これ。いいですか。不法滞在者も。そんなことねえだろ、不法滞在者と捕まって強制送還じゃないの。違いますよ。そこを間違えないといけないんです。不法滞在者ですね。海から上がってきてびしょびしょ濡れてるところで、あんた妊娠してんの、はい、母子手帳あげるよって。はい、分娩してあげて半周もあげるよって。これ本当ですよ、皆さん。日本は天国なんですよ、ね。そしてね、下から2行目見てください。福利は国民がこれを享受するって書いてあるでしょ。社会福祉は国民がこれを享受するんじゃないの。外国人でも日本では享受できる。だから憲法違反なんですよ、これは。これはちょっと考えない、機械人ですね。日本に帰還した人たちというのは総数でですね、コリアから来た人が 69% でもって35万飛んで105人、チャイナから来た人13万、ただしこれはですね、35万人というのはこのうちもう何人も死んでますから、大体30万人僕は来てるなと思うんですけど、チャイナはほとんどが生きてます。まだニューカマーですからね。これが機械人。これを要するにコリア系日本人とかチャイナ系日本人という、さっきの一般永住の人たちとかなったこともあれ外国人ですからね、皆さんね。これ混同する人多いんですよ。で、みんな一番だけ言ってると思うんで、これをまたね、混同、わざと混同させてですね、行くわけね。さて、彼らは今ですね、土建業界だけですね、その、5年間にはだけですね、未熟練労働者入れましょうって言ってますね。オリンピックできないから。土建業界は今ですね、人手不足、オリンピック需要、復興需要、列島強靭化需要、この3つの需要で人手不足になっているんです。だから今、ちょっと、皆さん、ちょっと待ってくださいよ。昭和39年の東京オリンピック終わった時、大変な不況が来たじゃないですか。どうするんですか、一体。帰るんですか、皆さん。帰ってもらうんですか。ね、またこれね、厳重に帰国を促すとか言ってるけどね、嘘でこれ全部ね、民間、雇った民間企業を任せになってるんですよ。しかも、雇った民間企業を任せにしてたらですね、ほったらかしだから不法滞在になるでしょ。で、今度は誰が面倒見るんですか、不法滞在になったら。国が面倒見るじゃないですか。生活保護を与えて。帰国させる、入国管理局が行く、警察が捕まえる、全部税金じゃないですか。これ、私ね、これに日本はずっと耐えていかなきゃならないんですか。しかもね、これ土建業界にも反発意見があった。今ね、主催者の青井さんおっしゃったけども、この業界っていうのは、ね、どっちかというと低く見られる業界なんですよ、言ってはいいけど。うちの親父もいたの、ここに。学生時代からいつも言われたら、お前な、勉強しろと、春樹。勉強しないとお前、土建業界行くようになるぞって言われたんです。
すいませんとこう許していたら。でも現実はそうなんだよ。この人手不足でこの土建業界の改革のチャンスだって言うんです。待遇を良くしてまともな人たちもね、ね、給料を上げてちゃんと人たちもうちらの土建業界に入ってきて業界のイメージを変えていこうという千載一遇のチャンスをなんで外国人労働者に潰すんだって言ってる人もいるんですよ。さて、フランスで移民の失敗でですね、2005年の10月にですね、3週間大暴動がありましたね。車の放火、抽選台ですよ、皆さん。最後3000人、ドイツ、ベルギーに飛び火してですね、2010年8月にはパリで 3万人の中国人が暴動を起こした。2010年には再び暴動が起きて、警察官が17人を死亡している。フランスの失敗ですよ。あ、それで、ね、ちなみにですね、ヤスラのこういう本にはですね、一行もこういうことは出てこない。これは焼けた車ですね。イギリス移民の失敗、ロンドンの人口の 45% が純粋な異国人になった。ってことは逆転しちゃった。2066年には白人は全国で少数派になって、労働党は移民政策の失敗を認めてる。これ見てください。このね、石を投げてる人たちがみんなこれね、インパキと言われてる人たちなんですよ、イギリスの。インド、パキスタンがすごく多いですね。スウェーデン、移民の失敗。2014年5月、ストックホルムでは車が100台以上放火されて、警察官の負傷者。逮捕者はほとんどが18歳なんであり、毎週のように学校が放火されている。スウェーデンというのは本当に平和な国だと。ね、いうように思われてますけども、今スウェーデンでは軍隊に街頭警備してもらいたいっていう人たちがたくさんいるんですね。これが焼かれる車ですね。ドイツ移民の失敗、人口8213万人のうち移民が1550万、うち829万人に帰している。5歳未満の人口は 34% が非白人。義務教育中退率 13% だけど、ドイツ人は 7%。 移民は 13% の人が義務教育を中退したんですね。どうなっちゃうんですか、そうすると。まともな仕事つけないでしょ。犯罪に手を染めるじゃないですか。ドイツ、ね、失業率 12% で、ドイツ人は 6.5% だけども、移民は 12%。 名誉殺人、強制結婚が多発してる。名誉殺人、強制結婚、名誉殺人って何と知ってます？これはね、主にイスラムですけど、イスラム以外の世界、今ヒンズーにもあるんですけども、大体イスラム、ヒンズーの世界ですけど、結婚して嫁もらった奥さんが処女じゃなかった、部族全体部族ですから、もう相手の奥さんの部族全体を滅ぼす。自分の娘がよその男に色目使った。我が一族の名誉にかかるから、その娘を焼き殺す。自由恋愛は全くないんです。これを名誉殺人という、アナーキリン、大問題になっているんですよ。さて、今ヨーロッパ各国のですね、移民の失敗について言いますけど、日本も移民で実は失敗してきてるんですよ。日本はこれから失敗するんじゃないんです。過去に失敗してきてるんですよ。これ見てください。生田警察襲撃事件、直江津駅リンチ殺人、富坂警察襲撃、七条警察、長崎警察、新潟日報襲撃、首相官邸乱入、枝川事件、阪神教育事件、大阪府庁と兵庫県庁に約1000人の朝鮮人がですね、乱入してですね、県知事をね、監禁してですね、大騒ぎになったところ。日本の警察だけではですね、対処できなくなって、結局、米軍が非常戒厳令を敷いてですね、戦車が出動したんですよ。米軍は続々とですね、
厚木基地から兵庫県にですね飛んでってですね、伊丹空港からずっと戦争ですよ。これここに書いてませんけども、浜松大戦争となってですね、浜松で朝鮮人がですね暴れてですね、800人の朝鮮人が暴れて日本人と乱闘になって、警察官200人が出動して、とにかく全て数百人単位の、ね、大戦争になったんですよ。浜松大戦争。日本は移民をしてない、これからだ、冗談じゃないですよ。大変な移民が失敗して経験してるから慎重に考えると私は言いたいんですよ。私ね、このね、見てるとね、歴史で習ったね、平安時代の保元平治の乱とかあるじゃないですか。あれも殺せたというか、ちゃんちゃんバラバラ読んでると、せいぜい数百人の戦争なんですよ。ね、前9年、後3年の役とかね。幕末の池田屋騒動だ、寺田屋騒動って歴史に残ってるけど、そんなものの何十倍っていう大騒乱事件だったんだよ。今子供たちはね、歴史でね、寺田屋事件、池田屋事件で習う。前9年、後3年の役習うけど、それ以上の大戦争が終戦直後にあったんですよ。一言も教えてくれないけど。すいません、パワーポイントのいいとこと悪いとこもあってね、これ原稿が全然見えなかったので真っ暗でね、ちょっと電気つけてもらえないかな、全然読めないんですよ。こういうですね、凶悪大事件がありました。それが収まってきたけども、収まったらね、今度はね、移民は何を考えたと思います？これはですね、その時の資料ですね。在日本朝鮮人連盟中央総本部、この写真皆さん見たことあるでしょ？で、これちょっとですね、脱線しますけど、これ皆さん、ここにいるのはこれね、朝鮮人じゃないですよ、これ。日本の警察官ですよ、これ。日本の警察官が朝鮮の本部を警戒しているシーンであって、決してこれが朝鮮進駐軍ではありません。よろしいですね。これを朝鮮進駐軍だって言ってるぞって、だからね、東京は売ってことはバカなんだ、間違いなんだって、敵が言ってました。今でも皆さんね、朝鮮総連の中央本部、日本の機動隊が警備してるでしょ。それと一緒ですよ。変わってない。これ見てください。これは兵庫県の神戸市長田区役所、長田区役所の門を破ってですね、朝鮮人600人が来日して要求したのは何かといったら、住民税を払わない、もう一つは生活保護をよこせね。昭和26年かな、これは昭和25年だった、ちょっとあれですけど、25年から6年ですよ。これで昭和29年にね、通達出してですね、朝鮮人に生活保護を認めるようになって、結局、シナ人にも認めるようになって、今年間1200億円生活保護を払ってるわけでしょ。移民が日本の外国人生活保護を切り開いてくれたんですよ。ね、これやられてください、皆さん、これ。ところがね、これが収まったら何を要求してきたか。憲法93条に、地方公共団体の長、その議会の議員を入れる法律を定めるその他の議員は、その地方公共団体の住民が一つこの選挙する。この住民を、ほら、住民だと。俺たちも住民だと。選挙権よこせって言うんですよ。外国人参政権です。平成元年から。その裁判で、今言った憲法93条に言う住民とは、地方公共団体の区域内に住所を要する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は我が国に在留する外国人に対して地方公共団体の長、議会の議員と選挙の権利を保障したものということはできないという平成7年2月28日最高裁第三小法廷の判決が出てるんですよ。
さっきのこの、ね、住民というのは、これは日本人のことですよと、最高裁の判決で言ってるのにもかかわらず、今でも民主党、公明党ははじめですよ、外国人参政権を党のマニフェストに入れてるんですよ。これ以上移民を入れてどうするんですか、一体。またこの話でも打ち返るじゃないですか。ね、さらにですね、なんで自治基本条例となってね、市民という証、市民の定義に在住してない、在学してない、在勤してない、選挙権を持ってない、日本国籍を有してない、活動家、プロ市民、外国人を入れる23区では、こういった区が実施してるんですよ。もうすでにやってるんですよ。外国人認めてるんですよ。さっき社会保障をずらずらー全部認めてるって話でしょ。さらにこれを認めてるんですよ。日本って天国でしょ。日本人って本当に天国に住むですね、天使様なんですよ。これ極楽トンボって言うんだけどね。でもどうしてこうなっちゃったのって、ね、ここに書いてある。日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想。人間相互の関係っていうのは崇高な理想なんですよ。外国人も日本人も崇高な理想の関係なんだ。平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼してね、平和を愛する諸国民の人はね、公正と真偽もあるからどんどん入ってらっしゃい。我らの安全と生存を保持して、繁栄を維持して、日本の経済発展に寄与していこう。日本人がダメ、日本人労働者はダメ、外国人を入れましょう。遡っていくと、この憲法のこの前文に出てくる、ぶつかるんですよ。さて、時間がなくなりましたけども、皆さんね、ここに書いてありますけど、出生数、生まれた赤ちゃんの数、昭和23年には268万1000人、173万なり、昭和60年には143万人なり、平成2年122万、平成17年106万、平成24年103万です。赤ちゃんの数はどんどん減っている。死んでいく人は95万、69万、75万、82万、100飛び8万で、この平成17年に初めて赤ちゃんとお葬式の数がひっくり返って、今125万人の人が死んでいって、103万人で21万人が減っていってる。簡単に言えばね、こういう状況なんだ。さて、じゃあ一体どうしたらいいのって。さっきから村田の話聞いてるとね、移民はダメだ、移民はダメだって言ってるけど、どうしたらいいのか、ある意味って。あのね、赤ちゃんが20万人足んないわけでしょ。でもね、皆さんね、今毎年20万人の赤ちゃんを日本人は殺してるんですよ。20万人犬猫の殺傷数が皆さんね、足しても15、6万なんですよ。赤ちゃん20万人殺してるんだよ、人間の殺傷数してるんですよ。これやってどうするの。昭和19年の6月6日に連合軍はノルマンディに上陸しました。史上最大の作戦ですよ。ベルリンを目指した。エルベ川に到達するまで11ヶ月連合軍は死闘を繰り返したんですね。殺しても殺してもね、ドイツの兵隊が来る。何のこいつら。そりゃそうですよ。第一次世界大戦が終わった時にね、ドイツでベビーブームが起きたんですよ。ものすごいベビーブームが起きた。その時のベビーブームの赤ちゃんがこのノルマンディ上陸した時に大体20歳から25歳だったんですよ。アメリカ軍この人もこの人もドイツに出てくるわけだ。これ昭和22年23年に日本で大変なベビーブームになったでしょ。その時アメリカ軍はね、アメリカ人はびっくりしたわけだ。これ大変だ。20年後にこの赤ん坊が大人になってね、またね、日本刀を持って万歳突撃してくる。いや本当ですよ。それで
母体保護法を作ってですね、日本人の赤ちゃんを減らそうと思ったんです。この法律をほっといてですよ、日本人の赤ちゃんを減らす法律をほっといてね、増やそうってそれ無理なんだよ。そしてね、もう一つ皆さんね、今ね、50万人のお母さんとかね、女の人がね、不妊治療を受けてるんですよ。50万人。この50万人の不妊治療でよ、ものすっごい金かかるんですよ。特に体外受精っていうのはね、1回ですよ、1回数十万かかるんですよ。そうすると、もうね、その体外受精したお母さんは、今月はどうなんだろう、やっぱりダメだった。その時のその若い夫婦の衝撃と失望、気の毒ですよね。結局赤ちゃんが欲しくて欲しくてしょうがないけども、経済的事情でもって体外受精ができなくて、泣く泣く子供さんを諦めるご夫婦がたくさんいるんですよ。今ね、おぎゃーと生まれたね、あ、じゃあね、今90歳でね、まあ、意識不明の寝たきりのおばあさんをですよ、1ヶ月間延命するのにね、意識不明ですよ、1000万かかるという医療費が。このおばあさん 1ヶ月間延ばしてどうするの、一体。こいつはあるけど、この1000万円で20人の母親ですよ、体外受精できるじゃないですか。もう日本はね、長命医療はいいの、これ以上長生きしなくて。生殖医療ですよ、金かけるのは。皆さんね、赤ちゃんの数をね、増やす方法も言う前にもありましたけど、このね、郷に入れては郷に従いって言葉あるでしょ。これの反対語が多文化共生なんですよ。私ね、川崎市のね、川崎市市民代表者会議っていうのがあってね、年に一度ですね、それで傍聴できるのよ。で、傍聴した時に意見も言えるわけ。どうし言いましたよ、ね、外国人の方ね、日本に来てね、言いたいことやりたいことやってるけども、日本には郷に入れては郷に従えって法律があるんだよ、言葉があるんだよって言ったらね、ものすごく反応しましたよ。あるじじいさんがね、ゴミ捨ててるね中国人にね、おい、あんた今日ゴミ捨てるじゃねえじゃねえかって、なんで捨ててるんだって言ったら、何て言ったと思う、その中国人は。あんた何言うの、多文化共生でしょ。私たちは毎日ゴミ捨てるって文化なのよ。日本人何言うか、郷に入れては郷に従え。これはね、ヨーロッパにもそういう言葉があるの。ローマに行けばローマ人に従えってこともあるんですよ。中国にあることは調べたんだし、だから面白いの。山に行けば山を食え、海に行けば海を食え。はあ、これが中国の言葉なんですよ。郷に入れては郷を食え、我々は従え。それは食われちゃいますよ。多文化共生、日本に来てですよ、日本ほとんどフリーセックスでしょ、ね、嫁さんもらったら処女じゃなかった、ね、うちの娘がよその男に嫁使った。皆さん、殺人事件だらけになりますよ。ね、そしてね、皆さんね、今までね、日本人は全て移民の要求を飲んできている、ね、年金をよこせ、健康保険をよこせ、住宅にいろいろ失業保険をよこせ、全て飲んできたんですよ。また飲みますよ。だってそれを飲ませることに嫌いを感じている人権派の弁護士とか、脳内お花畑のこういった人たちをたくさんいるんだもん。ねえ、ね、時間がないけどすみません、日本に来ればまともな教育があるんです、仕事もあるんです、まともな医療があるんです、社会福祉があるんですよ。国民健康保険も年金もある、電気もつく、水道の水は安全なんですよ。食料品もみんな安全なんです。
そして必ず人権が保障されて、役人はお金を根こわばしないし、警察官は拷問しないし、ね、裁判は買収されないで公平にやる、永住権は簡単にくれる、国籍も簡単にくれる、一人っ子世代じゃなくて二人でも三人でも埋めて分配手当金をくれる。この国に来て皆さん帰ります？帰るわけないじゃないですか。5年間限定の外国人労働者がいつまで行く、何言ってんですか。返すのにまだ膨大な金がかかる。ドイツではトルコ人一人200万円ですよ、200万円つけて返したんですよ。日本ではブラジル人一人30万円あげて返したんですよ。支配人どうします？30万円またもらって、また必ず来ます、もう一回もらいに、ね、だからね、安易にやってダメだ、ね、時間がないんで皆さんね、この続きを聞きたい方はですね、来週の土曜日ですね、午後2時から日本橋公会堂の2階で移民反対国民大集会、ここでビラ配ってる、これあるかな、これの色違いですけども、ビラ配ってます。ぜひね、来週の土曜日に、おいでいただきたい。そして明日ですね、収録するあのチャンネル桜の討論、今週の討論番組でもですね、私出演してですね、語りますんで、ご覧いただけると思います。ちょっと2、3分時間オーバーして申し訳なかったんですけども、ご清聴ありがとうございました。